ナンバーアンダーラインアイの激しいパフォーマンスでコーチェラの観客を熱狂させたものは一体何だったのでしょうか神宮寺ゆうたのインスタ投稿に隠された真意アメリカはカリフォルニア州で開催された世界的な音楽フェスティバルコーチャーラに日本の人気音楽グループナンバーアンダーラインアイが参加しました。同グループのメンバー神宮寺ゆうた平野賞 神くんの三人は、見事な熱演で観客を魅了し、大きな反響を呼んでいます。神宮寺ゆ太たは、パフォーマンス後にインスタグラムで、紅茶やらありがとうございました V サインめちゃくちゃアドレナリン出た泣き笑いみんなのおかげで、ぶちかませた様子的なステージに立てたことを感謝です土下座、と心境を綴りました。三人がステージ上で見せた圧倒的なパフォーマンスは、 その熱量と迫力によってファンの心をつかんだようです。ファン神宮寺ゆうたはドキドキ止まらなかった。最高の景色を見せてくれて本当にありがとうこれからもついていくよとコメントし、最高の体験だったことを綴っています。神宮寺くんの軽快な煽りにジーンと来ました。ゆうたくんの声いつも以上に大きくて気持ち伝わってきたし最高にかっこよかったよ、など。 ファンからも絶賛の声が相次ぎました。8 8八ライジング、You guys are incredible performers and people 同じステージに立った他のアーティストも素敵なアーティストさんたちが温かくて歌詞を理事さんしたいですプレゼントと n o ーアンダーライン I のパフォーマンスに感銘を受けた様子でした。n o ーアンダーライン I のパフォーマンスは コーチャーに集まった世界中のアーティストや観客を熱狂させる圧倒的なものでした。それは単なるテクニカルな完成度だけではなく、3人のメンバーが一体となって放つ強烈なオーラと魅力によるものだと感じられます。世界最高峰の舞台でのアプローチ。覇気が出まくりでモッドコーでした、赤いハートは炎、と神宮寺優太は述べていますが、 メンバー3人が見せた圧巻のパフォーマンスには、これまでの努力の積み重ねと、メンバー間の絆の深さが反映されていたと考えられます。ナンバーアンダーライン愛は、これまでも国内外の様々なステージに立ち、観客を熱狂させてきました。しかし、今回の紅茶屋ら出演は、彼らにとって大きな飛躍の機会にもなったと言えるでしょう。 世界的な音楽フェスティバルの舞台に立ち、グローバルなアーティストたちと肩を並べて演奏する経験は、彼らの音楽性を大きく高めたに違いありません。ステージで披露した圧倒的なパフォーマンスは、これからのナンバーアンダーライン愛の活躍に大きな期待を抱かせるものでした。ファンからは、これからもずっとついていく最高の景色を見せてくれてありがとう。 これからもっとたくさん至近な景色を見れるのが楽しみすぎる、といった声が上がっています。ナンバーアンダーラインアイの今後の飛躍を心待ちにしているファンが多いことが伺えます。世界の舞台で存在感を発揮したナンバーアンダーラインアイのメンバー3人。彼らのさらなる活躍に注目が集まっています。グローバルな視野を持ちつつ、 変わらぬ情熱と魅力を放ち続ける彼らの姿は、音楽ファンの心をつかみ続けるに違いありません。これからどのような驚きの瞬間を見せてくれるのか、大いに期待が高まるところです。ナンバーアンダーライン愛のさらなる飛躍に、ファンの声援が送られることでしょう。2024年4月14日、アメリカカリフォルニア州インディオで開催された世界的な音楽フェスティバル、 コーチャーラ。この歴史的なステージに立ったのが、日本のヒップホップグループ、ナンバーアンダーラインアイのメンバー、神宮寺ージユータ、ジンユータ、平野賞、平野賞、ガンユータ、キユータの3人だ。コーチャーラは、音楽業界で最も権威のあるフェスティバルの一つ。ここに立つことは、アーティストにとって夢のような機会と言えるだろう。音楽ファンの間でも、 その圧倒的な存在感が知られている。そんな中、日本のアーティストがこのステージに立つことになったのは、まさに快挙と言えるのではないか。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、このプレッシャーの中で、いかに自分たちのパフォーマンスを魅力的に見せ上げたのだろうか。担当者の目から見るとこうだった。まず、圧倒的なステージングだ。 ダイナミックな振り付けと迫力のあるラップパフォーマンス。を務めた神宮寺優太のキャラクター性も光っていた。アドリブを交えながら会場の観客を盛り上げていく姿は圧巻だった。そしてメンバー同士の掛け合いも見応えがあった。相手のパートをすくい上げるようにうまく盛り上げ合っている様子が伝わってくる。アーティストとしての一体感が観客にも伝わったはずだ。 加えて、ステージ上での表情の豊かさも見逃せない。楽しんでいる様子がにじみ出ており、それが観客の心をつかんでいく。ここでしか見られない、彼らならではの魅力が炸裂していた。まさに、ぶちかましてると言える、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスだった。会場にいた日本人ファンの声からも、その熱狂ぶりがよくわかる。 ゆうたくんの煽りがすごすぎた。最高のパフォーマンスをありがとう。ステージ上の表情がすごく伝わってきた。観客を引きつけるナンバーワンのアーティストとして、ナンバーアンダーライン愛は確かな存在感を放っていたのだ。そしてこの日のパフォーマンスは、メンバー個人にとっても大きな意味を持つものだったと考えられる。ガンゆうたは、 最高の景色を見せてくれてありがとうとコメントしている。世界的なステージに立てたことへの感謝の気持ちがにじみ出ている。平野章はめちゃくちゃアドレナリン出たと興奮冷めやらぬ様子を語っている。これほど大きな舞台に立てたことで大きな刺激を受けたのだろう。神宮寺雄太はみんなのおかげでぶちかませたよとファンへの感謝の気持ちを述べている。 観客を盛り上げ、一体感を生み出せたことを喜んでいる様子が伺える。つまり、ステージ上での彼らの姿は、単なるパフォーマンスの成功だけではなく、メンバー個人の成長と喜びの現れでもあったのだ。さらに注目したいのが、この経験が彼らの今後のキャリアにどのような影響を及ぼすかだ。コーチャーラベの出演は、 ナンバーアンダーライン愛にとって大きな転機になるはずだ。世界的な舞台で高い評価を得られたことで、アーティストとしての存在感が大きく高まったと言えるだろう。これまでの活動の中で培ってきたパフォーマンス力がついに開花し、世界に認められた証だと言えるのではないか。これを機に、彼らの活動がさらに加速していくことが期待される。日本国内はもちろん、 海外市場への進出も視野に入ってくるかもしれない。そうした中で、彼らが今後どのような活動を展開し、どのように成長していくのか。ファンの期待と注目が集まるのは必死だ。一方で、このステージ体験が彼らにどのような影響を与えたのか、も注目に値するだろう。世界的な規模のフェスティバルに立ち、高い評価を得られたことで、 メンバー個人の自信にも大きな変化が生まれているかもしれない。それが今後の彼らの活動にどのように反映されていくのか。ますます磨かれていくパフォーマンス力や、より磨き上げられていくステージプレゼンス。そして、さらなる飛躍につながっていくことが期待される。このように、ナンバーアンダーライン愛の紅茶ら出演は、 彼らの歴史的な一ページを飾るものだったと言えるだろう。これまでの積み重ねがついに花開いた瞬間であり、これからの活躍にも大きな期待が寄せられている。世界の舞台でもナンバーアンダーライン愛は輝きを放つ。そんな姿をこれからも目にすることができるに違いない。